テリーサ・パーマーは、オーストラリアの女優。テレッサ・パーマー、テレサ・パルマーとも表記される。オーストラリア南オーストラリア州の州都アデレードにて、生まれ、同地で育った。父親は投資家、母親は看護師であり、カトリシズムの宣教師でもあった。彼女の名は宣教師でもあった母親により、マザー・テレサにちなんでテレサと名付けられた。両親は、彼女が3歳の時に離婚し、 その後父親が再婚したため、義理の兄弟二人と、いぼ姉妹が二人いる。地元アデレードにある私立の高校に通った。在学中は、コットンオンなどいくつかの医療品店で働いていた。卒業後、地元のタレントエージェントに見出されたことがきっかけで、演技の経験はなかったものの、明日、君がいないに出演することになった。彼女はこの作品で2006年度オーストラリア、 映画協会賞の主演女優賞にノミネートされた。その後ハリウッドに移り、映画ジャンパーにキャスティングされるが、後に脚本の書き換えにより役を失ってしまう。そのショックで数ヶ月オーストラリアに帰国するが、2006年ジュオンパンデミックでハリウッドデビューした。2007年に本格的にハリウッドに移り、アダム・サンドラーのベッドタイムストーリーなどに出演。 ありがとうございます。